佐藤久人選手からですね、はい、このお話をいただきました。元広島選手としてですね、積極的に参加したいなと思ってやりました。まあ、僕も生まれ育った町ですし、やっぱり広島の子どもたちと一緒に触れ合えたことと、まあ、災害の、ね、復興に向けてという意味では少しでもサッカーを通して地域の方々に、まあ、少しかもしれないですけども元気と勇気を、ね、与えられるということはすごくいいことかなと思ってます。何かしら遠い離れたところでも自分なりにできることはあるんじゃないかなと思ってですね、しっかりと動いて考えておりました。小学生の時に当時の、ね、サンフレッチェ広島でプレーしてた選手たちと触れ合うことで自分も夢を持つきっかけだったりとか、将来この街でプレーしたいっていうことをね、直接プロの選手から教わったこともありましたので、自分が今度はね、伝える側として、まあ、自分の立ち位置を考えてですね、しっかりと子どもたちに伝えていければいいかなというふうに思います。